ご覧ください、この輝く太陽を。世界中から集まった32カ国の代表が8つのグループリーグに分かれて戦い、上位2チームが決勝トーナメントに進出します。ワールドチャンピオンシップ1次リーグ初戦、古典的なラテンサッカーで戦います。コロンビア代表選手たちがピッチの上に姿を現しました。それでは本日のスターティングメンバーをご紹介します。黄色のユニフォーム、コロンビア代表。ゴールキーパーにドミゲス、ディフェンダーにラゴス、ドミゲス、マルティン、ソコジャ、ミッドフィルダーにロサダ、ホリーン、ソレル、アランサバ、フォワードにアントス、カスピロ。今日の控えメンバーはガレーゴ、ラペス、オリベラ、ペレス、ボルージャ。対戦します紺色のユニフォーム、スコットランド代表。ゴールキーパーサリバン、ディフェンダーヘンドリー、ウィアー、デイリー、ミッドフィルダーファーリー、ファーガソン、キャメロン、ボイド、ハッチソン、フォワードギャラファー、マッキャン。また本日のリザーブメンバーはダグラス、エリオット、ネイスミス、マクナマラ、デイビッドソン。両チームの選手たちがピッチに広がっていきました。まもなく前半開始のキックオフです。ワールドチャンピオンシップ初戦、今始まりました。ファーガソン、ディフェンダーがこれを止めました。縦に入れるカスティロ、前に叩きます。どうするのか、笛が鳴って、これは PK です。足を引っ掛けています。これはピンチです。サリバン集中します。どうだ、アランサバラシュート、前へ出す。ファーガソン、前に叩きます。ここからどう攻めるか。ロサダ、左サイドから攻めます。デイリー、パスをつなぎます。ボールはタッチを割りました。コロンビア、さあスワインから攻撃再開。ホリーン、右サイドを進みます。アランサバ、ここからどう攻めるか。キャメロン、ハチソン、ここで溜めていきたいところ。アントス、前へ出す。カスティロ、打った、先制ゴール、コロンビア先制のゴールを決めました。1対0。リプレイです。カスティロ、いいタイミングで入ってきて、そのままダイレクトで押し込みました。いい位置に入ってきました。気を取り直してキックオフで試合再開です。ギャラハン、マッキャン、突っかける、ボイド、自分で行った、ディフェンダーがクリア。アントス、縦に入れる。ファーガソン、出した。カスティロ、ボイド、パスを送ります。タッチを割っています。コロンビア、さあスワインから攻撃再開。前へ出す、まだ誰もいない。アントス、前半も残すところあと15分。1対0。ヘンドリー、パスを出します。出した、組み立てます、前に叩きます。マルティン、ホリーン、パスをつなぎます。アランサバ、ここからどうする。カスティロ、シュートだ、入った。コロンビア追加点、2対0。
れではリプレイを見てみましょう。カスティロ、抑えの効いたいいボールです。ジャストミート、きれいに踏んできました。さあ試合再開です。ギャラファン、パスをつなぎます。マッキャン、左サイドフリーです。コリー、前へ出す。カスティロ、ここはパスを出す。どこにボールを出すか。ウィア、パスを出します。レイリー、サイドラインを割っています。コロンビア、スローインです。